次は遠藤さくんなんですが、5A。 あ、 あれ、あれ、前って言わ言ってないっ言ってなかったっけ、言ってないっけ、まあ記憶にない、あ、じゃあいいや、うん、で 5A で 5A で挑戦してくれましたました、はい、さあなので、うん、この状態で だいぶちょっとね、うん、まあ僕はあんまり 5A できないんで、まあでもこうなんだろう、何て言うんだろう、他の 5A プレイヤーを見て比べてとか、うん、ああ、うん、なるほど。さあ早速さあ始まったんですが、結構その中でも遠藤くんは何だろう、ユニークな動きが多いのかな、ディレクションとか、はい、ディレクションがあの体に当てて、あ、はい、ウェイトをね、あの動きを切り替える、はい、そうですね。で早速、まあ、1.5 からウェイトを離して、うん、で夜と同じ方向に回してそれを切り替えて、うん、あ、でもこれはちょっとあの遠藤がいつもやってるような動きをちょっと思い出させるような感じです、うん、やはり、まあ、まあなんとなくですけど、僕はあまり 5A 分からないので、でも普通に振って戻す動きじゃなくて、なんか 1.5 から振ってる間に取って、あ、取って広げた勢いでこうウィートバー、そう、おお、 5A でまさか来ると思ってなかったんで、まあで、ディレクションで当ててこう最後一回余裕にかけて、なんか風鈴に形みたいになるっぽいですね、かどっちかで、うん、あ、でもどの道こうなるのか、ああなるほど、で、うん、おお、早速かけて、でかけてからかけてからかけてからどうなるか、かけてからこう両方をやっぱ同時に動かして、ウェイト弾くか、うん、でそのままあの左右にこう広げるんじゃなくて、このままヨーヨー、こっちウェイトとヨーヨー同じ方向に投げる、回してますね、でつまんだ状態でそうすると、はい、ウェイトが絡む、あ、ヨーヨー側の糸に絡む、あ、でかかグリーンになるとか、あ、まあ、でもかけずにそのまま垂らしてこっちに動かして平行に回すと、あ、なるほど。さあカスケーダーズ T シャツ、ね、高津さんが作ったあのワンドロップのね、高津さんが作ったあのカスケードをイメージした T シャツだと思うんですけど、これはラリーですよね、多分この夜の感じは、うん、ワンドロップまあワンドロップですけど、うん、あえての、相手の外しで、お、あ、かけて、うん、で、あ、そう、絡まる形に、あ、で、こう反対側に弾くとグリートができる、うん、おお、なんだ、こうねじれて、うん、一回ウェイトがかかってねじれてる形になるから、うん、もうそこでパンツじゃないけど、あ、それにパンツっぽい形になってそれをかけたらもうグリーン、グリーン、なるほど。ただ、お、さあこれはどうですか、おお、すごい、おお、いいですねいや、これはどうなんでしょう、全国の 5A プレイヤーの皆さん的にはどう映っているのかちょっと気になるところですね、どうなんですかね、どうなんだろうねちょっと 5A プレイヤーの意見もちょっと聞きたいですねもう本当に 5A や全くできないわけじゃないんですけどね、うん、ここまでになると、ここまでになるとなかなかできる方は少ないんじゃないかと思います、うん、つかない、おお、こっちに来た時にこっちの、あの同じ右手でディレクションしてこっちにまた戻してきて、あの何段かどれぐらいになってるの、
はい、ダブルアナッシングとダイス、はい、アウェイトが同じように絡んでる。そうです。あ、そうですね。もう両手とも離さずに、うん、左手も離さずにこう掴んだまま、そう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 、こう左側に、あ、右側、右側に乗せて、そうそうそう、乗せて、で乗った瞬間には、はい、広げてもっぺんディレクションで動かしてっていう感じです。まあ 5A のまあ醍醐味というか、うん、こう、まあまあまあ、ダイスとヨーの動きがこう綺麗に綺麗に、ね、動く感じを、そうですね。いかにも 5A といった感じの動きです、ね。今日手癖でガツガツやる感じになってきます。はい、なんで一辺ダブルワーで乗せて、はい、ウェイトごと上手に巻いてそのまま引っ張ると、うん、ウェイトとヨーヨーが一緒に回ってそこからが、はい、ここのここそっからか、あ、やらなかった。でそこにつなげて、まあ、最終的に守ります。はい、なるほど。ただこれ、もう6分ぐらい経とうとしてるんですが、うん、これはどこまで思って動きはここと回してかけて当てて、ここ当てて、で、ああでもこっからだね。こっから全部巻いてきてダブルワンにするのか、はい、その手前でもう取っちゃって取っちゃってこう違う動きにエレクトリックファンみたいな、うん、にするのかにするのかっていうところで悩んでる。そう、それまでの動きはもう大体確定なんですか。うん、1.5 から垂らして、はい、こうかけて、で風鈴っぽくして外して当てて、おお、ダイナミック。当てて、このなんだろう、当てて、はい、あの逆トラになってるのをうまいことこうしてこっちで跳ね上げて取る。あそれはなんだろう、難しいんじゃないですか、それ難しい難しいと思う。それむずいんじゃないですかね、うん、かけて回し、うん、ここまではで、あ、こっちにしたのかな。あ、で、エレクトリックファンで回してぐるっと回して、あ、ここそう、ここ跳ね上げてこうやって取る、うん、そこがそうですね、だいぶディレクションした後にそのままの勢いで跳ね上げて乗せて、おお、ちょっとなんですか、イーライホップの動きですか、うん、かな。こうイーライホップの動きはこういう動きなんで、ダイスのこのバーの動きとなんかうまく噛み合わせるのが難しそうですね、うん、それはそれで。でも噛み合うと加速するから。ああ、そうなんですか。ボヨンボヨンの原理と一緒で、グッて引っ張ったらこっちが回ってくる。あ、なるほど。はい、で回して当てて腕に巻いて、さあ、ここからここからが、そうか、こう持っててこっちにウェイトを当てて、はい、で飛ばしてその勢いでウェイトも回して回す。おおおお、すごいですねそれ。さあ、うん、でここまで来ました。ここまででもだいぶすごいと思うんですけどね。うん、当てて乗せてからどうなるんだろう。どうなるの。普通にダブルワーの形に戻るのか。さあ、なるほど。もう残り2分切りましたけど、うん、さあそこからの先をね見せてくれるかどうか、ここからちょっと。ただケンチね結構欲張り気味で詰め込んできてるので。ガツガツ来てますね。うん、ガツガツ。もう最初からもうずっとほとんど迷いがなくここまで来ましたね。うんうん、かけてからもうこのままあの動きにいけるなっていうのが頭の中でできてるんじゃないかな。うん、どうやらそう、うん、だいぶもうだいぶここまでは、うん、そうですね、ぐるっと回して、ああ、そこが引っかかって意外にここがここまで決めきらない。うん、ああ、ここが難しい。ここですね、ここ難しい。やっぱりここがぐるっと回すまでの動きはもういいってなったから、もうここの動き省略して省略して途中からこっちを、もうついに途中からやりましたね、うん、これは。あ、最初からまたやりました。全部つなげていくってなるとちょっとしんどいのではないかと思うんですが、うん、さあ最後イライホップ乗せれるか。
あ、でも結構時間が。時間がない。時間がない。さあ、最後。最後。イラホップを。キャッチして。キャッチして。お、来た。おっと、これはダブルアッシュ。じゃあね、ダブルアッシュになって、あ、ちょうどぴったり。このタイミング。ちょうど終わりましたね。ちょうど終わり。さあ。どう説明したいの？ 1.5 で揺らして同じ方向に回してで一旦フーディーニーみたいにかけて全部こっちに投げてこう乗せても捨てて巻いてポンって離してくるぐるで何だろう本当にトラピエズからこっちに回したから、うん、でダイスを持っててぐるっと回してカーッといって今度こ右手の方に乗せ て,、うん、乗せてイライホップイライホップ、イライホップ、うん、乗せて逆トラだから逆トラでグッていってポーンとしてでダイスがこう来るこうキャッチしてダブルダブルアッシングで押しますはあコンボコンボだね。まあ最初のこの垂らしてっていう動きを決めて、うん、そうです。まあそこからまあこの自分のね、はい、引き出しからか出して組み合わせ。もうバン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 もうね、うん、次っていう感じで、うん、もうここまで来た感じですね。まあでもダイスの流れ自体が止まらないから。そうです、うん、まあ止めこう Y はねこう乗せてどうしようみたいな感じなんですけど。前ぐらい動いてるからどうしようみたいな。ああもうここ跳ねるわと思ったらバーンって跳ねてこうそうです、うん、もうそうな動きながら考えるしかないですね、うん、なるほどなんでしょうね、うん、まあダバなしあの最後の形からもまたなんかこうつなげてくるんですか来たかったですかね本人的には、まあ、多分ここまでついたら、まあ、ある程度はどうにでもなるどうにもそう、うん、まあ確かにダブルアッシングがもうだからもう一旦ここで切ってまあ切って、うん、これでダブルアッシングになって終わり、うん、かなあなるほど、うん、まあちょっとファイブウェイだったからファイブウェイで来ると思わなかったんでね、うん、確かにワンエーって言ってなかった言ってなかったよねファイブウェイでまあ、5A も 1.5 もちろんこの形になるからねそう、うんまあ、よかったね 4A とかで来なくて 4A でやって これが 1.5 ワウンドですって言ってそうだ ね、まあ、できるからね、まあ、できるからね 3A もキングだったらこれは一応なるこれ 1.5 ワウンドですね、うん、キングもう俺たちじゃ解説できない、うん、できないいよいよ分かんないからじゃそういよいよ分かんないから、ねうんまあ、できたらね 1A で、ねうん、いやでも今回面白かったですね、うんまあ、5A も誰かこう 5A プレイヤー呼んできたらありかな石原さんとあそうですちょっと 5A の解説が欲しいですね、うん 5A まあ、もし 5A で次来たら石原さんを呼びます石原さん呼びましょう、うん、というわけで石原さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますはいというわけで、ね、遠藤くんが遠藤遠藤、ね、はいあれだそうです遠藤くんありがとうございます